クルーズ？見ている人がワクワクするような商品が売りたいんです。心を込めて気持ちを言葉に乗せるんだ。その足で上海支社に出社して。野村さん最後なんだよね。成長したキララの姿見てもらわなくてもいいの？遅い。飛鳥さん、穂村本部長の最後の仕事に私がいなくってどうすんの？鈴木さん頑張って。偶然の出会いが人生を変える奇跡になるかもしれない。ザ・ショッピングショーが始まるよ。本日ご紹介する商品はこちら。